はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、キャベツ畑来てるんですけど、限定リクエスト、限定ミッションだっけ限定クエストか、最初のクエストだったと思うんですけどね。一応今回はおはじきね、私クロスエンマ持ってないんですけど、今回ねおはじきね、特攻がよいしょ、何体もね、キャベツ用の特攻あるんですけど、レタスさんね、レタスさんが小特攻なので、ちょっとね、レタスさんゲットしていきましょう。ね。はい、じゃあやっていきましょうかね。で、レタスさんは一応ね、今んとこいろいろ周回はしたんだけど、とりあえず私6が一番出てるかな。4でも出たんだけど、まあ6でね、周回したりしています。なかなかね、私ドロップしないんだよね。で、これサブアカなんですけど、まあサブアカとかね、あんまり強くないアカウントこそね、いいということで、こういうのね、あった方がいいということでね、はい。まあちょっとね、何回こうやってやり直ししていれば、現れるので、まあこんな感じで、まあ人玉はね、金で解決できるので、ちょっとね、キャベツさんじゃなくてレタスさんね、出していきましょう。で、ゲットしてどんぐらいの火力かまでも見ていきましょうかね。あー、もう出てきたね。はい、ということで、レタスさんが出てきて、なんか今回ね、野菜すげえ、松茸めっちゃ食われちゃうんですけど、はい、レタスさんね、出てきたんで、倒しちゃいましょう。まあちょっとキャベツがね、ドロップしたら困るんですけど、あーってすげえ大きな声出しちゃった。これレタス先に倒した方がよかったのか。こうやってね、ちょっと、キャベツとレタス、ちょっと見分けがよくわかんない。目つぶってる方がレタスなのかな。はい。ちょっとごめん、今回キャベツをゲットしちゃったんですけど、キャベツさんゲット。まあ、この世界ね、メロンも確か生きてる感じなんだよね。はい、じゃあごめんなさい、こんな感じでやってね、ちょっとレタスゲットしてみます。はい、来ましたね。もうなんかメロンにしか見えないんですけど、レタスさんね、はい。なかなか出ないし、しかもなかなか落ちないっていう厄介なあれですね。キャベツさんが落ちないように先倒した方がいいのかな。落ちろ、あー落ちた、やっと落ちた。結構落ちなかったですね。10回ぐらいやったかな。はい、ということでレタス、レタレタプー、レタスと友達になりました。レタス初ゲット、プリチですね。キャベツもレタスもプリチ妖怪なんだね。はい、そしたらちょっとどうしようかな、あんまり使いたくないんだけど、まあ秘伝書ね、1個ぐらい使ってやるか。これ落ちないからな、周回もあんまりしたくないですね、正直ね。あんまり無課金攻略でもおすすめではないかもしれないですね。なんで、まあ一応ね、ただ一応このアカウントプリチーウォッチ持ってんのかな。一応ね、プリチーのね、結構、あ、そっか、前回のなんだっけ。これちょっとごめん、サブアカだから持ってないんですけど、前回のね、プニカミウォッチね、ゲットされた方は、それでもいいのかなっていうね、プニカミウォッチ真ん中にしてね、使うのもありなのかなと思います。まあちょっとレタスさん軽く見ましょうか。キャベツとのおはじきバトルでダメージアップ、小特攻ですね。一応技レベル2でどんなもんかちょっと使ってみましょうかね。でスキルが回復だ。で全員参加クエスト、町に飛来したキャベツを全て収穫せよに、キャベツと比べると倍価は安いということで、あ、そうだったのね。確かカズマくんがあんまりもらえなかったんだっけ、レタスが多くて。はい、という感じでんで、まあちょっとね、おはじきの火力もね、見せていければなと思います。一応、種族効果アップ妖怪なるべく使って、コンコンギツネはプニットショットだから、あれなんだな。関係ないんだな。あとは種族効果アップ妖怪なるべく使いましょうかね。
なんでまあカッパちゃん、我らがカッパちゃんとこれね、技レベルも5までか。プリッチ静岡っぱ 14%。 そしてね、俺これ本当はサンデーコラボ復活してハイバラ欲しかったんだよな、メインアカウントな。はい、じゃあちょっとこれでね、ちょっとレベル50まで上げて、はい、やりたいと思います。あ、一応ウォッチがあれか、ウォッチね、このアカウントね、たまたまニャイトウォッチ持ってるんですよね。サブアカだから厳選したウォッチ、これこの16個しかないんですけど、はい、これは運がいいですね。じゃあちょっとレベル上げしちゃいますね。はい、そしたらね、レベル50にしたんで、あ、ちなみにキャベツさんはスコアアップだから、キャベツさんの方がね今後活躍するかもしれないですね。死ねえか。はい、ということで、じゃあちょっとやってみましょう。これじゃないよ、ちょうどね、ヒットポイントが5150でちょうどいいね。さあ、どんぐらい軽くあるか。まあちょっと技レベル2なんでね、 SS の小特攻技レベル2だから全然強くないとは思うんですが、はい、なんかさ、今回こんな細っこいやつあるよね。5000倒せっかな。これどうやんだろうな、これどうやんの、こうかな。あ、外した、グッドなんだ。結構グレート以上出すの、なんか今回ちっちゃいのばっかりだな。これと動きとほとんど連動してるから、こんぐらいかな。やべえ、あ、いいのか、パーフェクト、いいね。さあ、グレートミッション来た。あー、でも残念、ちょっとせっかくが来てほしかったね。これ UZ より強いかね。これ UZ904、 まあ最初のね、パッて出たやつが、あ、これ倒せそうだな。ちょっと慎重に、慎重にっていうか、しっかりやるか。よいしょ、いいね、かわいいね。うん、まあ、はい、UZ より出ましたね。ということで、UZ より強いということでね、いいじゃないですか。はい。技レベル2でこれなんで、まあ、どうなんですかね。必殺の秘伝書使ってもいいような、良くないような。うん、まあでもかなりすごい火力だよね。はい、なので。うん。いいんじゃないでしょうか。緊急クエスト来ちゃったけどね。はい、ユンユンが来て、はい、それなんですけど、まあ一応ね、今回のイベントはこの召喚もやってますんで、まあね、ちょっとコメント欄でね募集してるんで、よろしかったらあれですが、まあちょっとどんどんね、ヒットポイント上がってくるので、まあね、ワンチャンありなのかなっていう感じですかね。レタスさんね、まあ今回あの最初の方に見せましたが、特攻が、よいしょ、特殊能力ね、結構たくさんいるので、まあ、ガシャでね出しちゃえばいいので、まあ残念ながらね、他の特攻がプリチじゃないので、まあね、序盤は支えるで、あとはなんだっけ、クロスエンマとかね、いる人はあんまり関係ないのかなっていうね、そんな感じですね。そう、おはじきイベントのたんびにクロスエンマのね、100連でゲットで、100連であれか、スキルの書ゲットできるか。なんかね、ほんと、もっとワイポイント貯めとけばよかったなっていうのがあるんですけど、まあちょっとガシャでね、さすがに、まあ1体ぐらいは出んじゃねえかなっていうのがあるんで、まあまあまあ参考にっていう程度ですかね、レタスさんはね。はい、ただまあ私、クロスエンマいないので、まあ特攻ね、ゼロの人から言うと、まあ一番火力がね、ある、アカウントに、だいたいね、4000から5000ぐらいの火力しか私ないので、うん、だからまあこれはね、まあまあいい方なんじゃないかなというところですね。まあちょっと種族効果アップがかなりいいのと、ウォッチも持ってるんでね、ちょっとあれなんですけど、はい。まあこれね、頑張って周回して、技レベル上げた頃にガシャでね、その他の特攻ゲットできて、もう使わねえよってなるかもしれないので、まあちょっとね、今回私
かなり、まず出にくいのと、あとドロップ率もかなり良くなかったので、まあ、あんまりおすすめじゃないかなって感じで、まあ、ただ無課金の人はね、やれることをやれるといえば、はい、そんな感じですかね。この王族復刻ガシャやりてえな。これめっちゃいいよね。これね、はい、これ本当前回のイベントがね、なんか嘘でもいいから頑張って貯めとけばよかったってね、毎回思いますね。これ来るたびに100連でミッションでね、スキル2もゲットできるので、こっちはねや、これね、はい、ガシャスタンプ付きだしね。ただ邪変が入ってしまったんで、まあ、やっぱりちょっとクロスエンマ来なかったらなんじゃらほいってなっちゃうんでね、まあまあ私はあのスルーしてしまいますが、はい、まあでもね、 ZZ 以上確定と未確認の書もね、何連目にゲットができない、 1,2,3,4,5,150 連でゲットできるみたいなんで、はい、まあね、という感じですかね。はい、じゃあ今回ね、レタスさん使ってみました。まあガチャでね当てた人はなんかシーズン2がイベント中に当てればいいんじゃないかなっていうぐらいの、まあ UZ よりね強いけどね、はい、そんな感じでございましたね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう、さよなら。結構ゲット大変だったね。